敵さん、プリンセスさん、ありがとう。吉宗さん、ありがとう。吉宗さん、ありがとう。スバル、ありがとう。吉宗さん、ありがとう。昨日のリア中のお手紙、すごく感動した。本当ですか？嬉しい。吉宗さん、ありがとう。スバル、ありがとう。オロピー、ありがとう。クマちゃん、スバル、ありがとう。ルプスの牧場さん、ありがとう。なんか語彙力がない、語彙力がないっていうか、文字を書くのに慣れてないし、書くのが得意じゃないから、感情っていうか気持ちが伝わるかなって思ったんだけど、自分なりに頑張って考えて書きました。文字書くのがあんま得意じゃないんですけど、頑張りました。なんか思い出がさありすぎてさ、何を書こうってめっちゃ迷ったんですよ。だけど頑張りました、頑張りましたって言った、思いをそのまま書きました。スバル、ありがとう。リオさん、ありがとう。吉宗さん、ありがとう。夕日を見ているかの最後電波が生まれなきゃ、本当に。でも泣いちゃってさ、すごい歌詞が刺さっちゃって泣いちゃったんですよね。クリミ、ありがとう。スバル、ありがとう。エレベンさん、ありがとう。エムさん、ありがとう。スバル、ありがとう。吉宗さん、ありがとう。しんべヱさん、ありがとう。金鹿さん、ありがとう。アルプスのポピュラーさん、ありがとう。思いが伝わってきた、本当ですか？スパイクさん、ありがとう。いいお手紙でした。やった、嬉しい。みーも、あの、ハグ、リアちゃんとみーがハグしてるやつの DMM の切り抜きをやってくれてる方がいて、 X でエゴさせた時にもう保存しました。嬉しくて、嬉しくてっていうか感動しました。見てて、今日のみーぽんの手紙で泣いちゃった。本当に。スパイクさん、ありがとう。感動的な全体性だったり、この存在が、嬉しい。スパイクさん、ありがとう。チューブ、応援、チューブ応援です。ホーピー、ありがとう。ユニー、ありがとう。 DMM の配信アーカイブで見返してみるね。見てください。ロゴピー、ありがとう。スバル、ありがとう。メイポの手紙で一気に感動の空気に変わった感じでした。本当に、なんか言葉選びミスってないかなって思いながら。タコピー、ありがとう。30位以内に入ったから訪問回数かって、
今日で330回目。え、すごい、ふーぴんありがとう、ピミンさんありがとう。12月のお話結果本当にぜひ、その日12月8日が最後の活動日だし、12月8日がみんなと会える最後の日なので、ぜひお話し会、みんなことをあんまりね、推しまでは行かないよって人でも、みんなこと応援してくれてる方でも、よかったら待ってます。ピピンさんありがとう、ガクピンありがとう、ハルさんありがとう。え、泣いちゃった、ラッサビ。夕日がなんか歌詞が大泣き案件でした。ジレスさんありがとう。忍者虫違う、これです。ねるねるねるねの話、これマジうまいよ。ジレスさんありがとう。ヒータンとかウキウキンですまだ決まってない。なんか美味しいところがあるって教えてもらって、ヒータンもウニ好きなんですよ、ミュウも好きで、ウニが美味しいところがあるんだよねって教えてくれて、行こうねって話してたんですよ。ミュウの誕生日に連れてってくれるって話だったのに、なんか違う日にしようって言われて、だからまだ行ってないです。吉宗さん、M さん、ジャクソンさん、ありがとう。今日大人っぽいメイクしてる。ううん、さっきお風呂上がりだからまだ髪の毛も濡れてるし、メイクすらしてない。ひまわりの段階で絶対泣いてる。本当に？みもひまわりは泣きそうになった。手紙感動的でした。そう、本当に嬉しいです。ユポンが ML として体重が20キロ減りました。え、嘘でしょ、やばいよそれは。ジャガさんありがとう、ボケレンパサランさんありがとう、アキラさんありがとう、ユラシさんありがとう、昨日リオチの生誕ありがとう、ありがとうございました。リキャ君ハートありがとう、リオさんありがとう、クマちゃんのやつ風船ありがとう。昨日は中のお嫁さんのお嫁さんだけ、本当に。でもお嫁がレッスンを送る時とかはめっちゃ目が合って嬉しかった。配信で僕対コード見てよくないと思う。 XB最後のお話し会、最初で最後にミーポンに会いに行く。ありがとう、嬉しいです。ぜひ会いに来てください。おむらさんありがとう、かまちゃん今日22歳の誕生日、あ、おめでとうございます。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアせいやさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。良い1年にしてください。良い22歳にしてください。ひろしさんありがとう、素敵なお店だった。本当に初月会えない、夏のすぎる、会いたい。ニキさんありがとう。あと何回ぐらい公演に出演できそう。最後の公演は生でみたいな、最後に公演、多分もう公演はなくて、 NMB さんでの劇場にお邪魔してやる 2.5×3 のライブがラストのライブになると思います。ラストのライブです。ニッチプラス2本チューポンボード焼きの見たよ、めっちゃ見えたよ、ありがとう。自分から卵食べます。お、ニッチさんありがとう。
卵を剥いていきます。ちょっと待てないで、もう泣いちゃうよ。でも把握しといてほしいからさ、みちょなにとっても美しい。嬉しい嬉しい嬉しい。ひしむねさんありがとう。ひむさんありがとう。昨日はレッスンいっぱいありがとうね。分かりやすいとか言って、めっちゃ分かりやすい。てか服が分かりやすい。配信で僕大会見て分かんないとも訳してたんだけど、一本歌なくなってた。本当ですか？ボイトレの歌、ボイトレなかったんですよ。僕大のボイトレはもうないんですけど、家でもうめっちゃ練習して、最後はなんか他の人 X で書かれてたん、あの書いてくれてた方もいたんだけど、みゆもなんかスランプ、いわゆるスランプがあって、歌もうまくいかないしダンスもうまくいかないみたいな時が結構ずっと続いてて、前回、今回じゃなくて前回の僕隊の時とかもうまく歌えなくて、ダンスも思うように踊れなくて、どうすればいいんだろうみたいな時が結構5ヶ月ぐらいずっと続いてて、思うようにも歌えないけどダンスもうまくできないしみたいな、かといって自分に何ができるんだろうって思った時に MC もできないしって思ったんだけど、とにかく最後の日は、最後の日はっていうか最後のライブはもうとりあえず楽しんで、失敗しても楽しもうっていう気持ちでやったし、歌も苦手だけど頑張ろうと思って頑張りました。西川さんありがとう。何いっぱいだよ、ヒータン。お金持ちだからして、お金持ちですかね、ヒータン。そうだよね。昨日ね、ミュートお別れしました。そんなこと言わないで。まだある日にちは。確かにね、会うのは昨日が最後って言ってくれてたもんね。西さん、ありがとう。一番可愛かったし、輝いてた。ありがとう、嬉しい。嬉しいです。調子だから1日追加した、ありがとう。ひらしさんありがとう。本当に可愛かった。嬉しい。昨日は結構メイクもねちょっと変えてたんですけど、気づいたかな、いつもと違った気がする。たらーん、またいつか会いたい、会いましょう、会おうね。でもみんなに絶対会いたくなります。吉宗さんありがとう。ずっと目を見てた、ありがとう。ありがとうペンライト。 M さんありがとう。吉宗さんありがとう。土地に住んでたらユーポにたくさん会えたんだろうと思うと、それでもリアルの時に会いに来てくれたのは嬉しかったし、みんなありがとうございます。 NMB 劇場の視聴公演がラストチャンス。そうなんです、その日がラストの、もう最後、マジで最後のライブです。生でライブを生で見れるのはその日が最後かなと思います。吉宗さんありがとう。一番作って、見たい、見たいな。レーセアルチアさんありがとう。マイヒナさんありがとう。ラペチナさんありがとう。マイヒナさんありがとう。ありがとう、いっぱい。今日お父さん誕生日、すごい、レアキャラ、レアキャラ。ありがとう、まひなさんありがとう。猫の口の動き楽しいって、本当に。ちょっとまたさんありがとう。よしむねさんありがとう。かひろさんありがとう。くにしかさんありがとう。えめさんありがとう。楽しいんですか、聞いてほしかった。
それじゃあ、オノピリンボスターありがとう。13位プロセージ32位カニシカ31位プチトマト30位マ、ま、コートさん9位ヒロシさん8位カコピン7位ニーさん6位カシャギさん5位スバル4位アノビー3位リョウさん2位吉宗さん1位はマイヒラさんでした。配信に来てくれてありがとう。吉宗さんありがとう。それじゃあまた会いましょう。ピョンドクさんありがとう。当たったら全力演する。ぜひいつも届いてるよ。どっかだったら話しかけていい。話しかけていい。会うかな。まあ、でも広島だからね。マジでラスト、マジでラスト。サビチー。チャンティシャクさんありがとう。最後に、最後の6体、本当に楽しかった。ありがとね。バイバイ。